あ、はい、今ですね、これ国道3ですけど、右の細い道を行ってきました。ここは八代市二見赤松町、そして右、150メートルほど行ったところに、石橋がありました。旧薩摩街道の、石橋です。薩摩街道はこの国道の右の方をずっと向こうへ、下に見えてるのかな。でもこの辺でこの国道と重なってる、あ、わからんな。あ、今ね、あれ街道かもしれない。薩摩街道はね、あ、奥の方に行った。で、そこのところですね、石橋があった。立派な石橋。今日はちょっとやめたけど、この次ここ通った時、車を置いて、あれです、見に行こうと思います。あ、でそこ赤松南郷橋とかですね、赤松にいくつか橋があるんですね。だから、赤松の名前を南郷とかってつけてあったんですね。まあ、別のところで調べて、篤姫がね、通ったんだということで、そういうの書いてある、ものが ありました。でも当然薩摩街道通ってるわけで、通ったとすればあの道しかない。はい、そんなことで、白市、このあと何キロかで日名湖温泉ですね。はい、そういうことで石橋を見て薩摩街道を少し歩いてきました。